アルベルト・ケンヤ・フジモリの元は、ペルーの学者、政治家、第91代大統領。娘は2011,2016,2021年のペルーの大統領候補で、政治家のケイコ・フジモリ。学位は、農業・工学修士、数学修士。1938年、ペルーの首都リマのミラフロレスクで、下手物屋を営む父、ナオイチと母。 娘の間に生まれる。両親は日本の熊本県宝卓郡河内村出身であり、1934年にペルーへ移住した移民である。彼が誕生すると両親はリマの日本公使館に出生届を提出して日本国籍留保の意思を表したため、藤森は日本国籍を保有することになった。なお、藤森の出生地について疑う意見も出たことがあり、 政界向け雑誌、カレタスの1997年7月号は、藤森は実際は、日本生まれで、ペルーの出生証明書が絶造されたもので、藤森の母親は移民の際二人の子の母であると、被災した、と書いた。これが、事実の場合、大統領職を、ペルー生まれに限定している、ペルー憲法に違反していたことになる。後に、藤森は、コレヒオ・ヌエストラ・セニョーラ・デラマーセット。 ラレクトラで教育を受け、リマのラグラン・ウナダット・エスカラル・アルフォンソ・ガーティを卒業した。その後、1957年には、ラ・モリーナ国立農科大学の大学院に進学し、1961年農業工学専攻をクラス1位の成績で卒業した。アルベルト・フジモリ1998年1962年には、ラ・ モリーナ国立の丘大学で数学の講師につき、1968年に助教授、1971年に教授へと昇進していく。この間、1964年にフランスのストラスブール大学へ留学、さらにフォード奨学金を得て、アメリカ合衆国のウィスコンシン大学ミルウォーキー校、大学院に留学する。一般数学と物理学の修士号を取得している。 その後、母校である国立農業大学の理学部長に就任し、1984年には同大学総長に任命された、ペルー大学評議会の議長を2期務めている。また、ペルー国有テレビの討論番組、オンセル単ドにおいて、約1年半にわたって司会を務めた。1990年の大統領選挙に、新党、 変革90を結成して出馬した藤森は当初ダークホース的存在であったが対立候補で後にノーベル賞を受賞することになるサッカマリオ・バルガス良さを破り当選した。国民は前大統領アラン・ガルシア政権に対し失望感を抱いており、それと同時に有力候補であったバルガスを疑いの目で見ていたエスタブリッシメント層を味方につけることにも成功した。 選挙期間中、藤森には、エルチーノというニックネームが付けられた。また選挙中は、仕事、科学技術、勤勉というスローガンを掲げていたため、エンジニアとも呼ばれた。東アジア出身者、あるいはその子で初めて、ラテンアメリカ諸国の国家元首になったのは、ガイアナの初代大統領で、中国系のアーサーチュンだが、当時のガイアナ大統領は名誉職的な存在であった。 また、藤森は、東、アジア系の人材も徴用しており、藤森の熱烈な支持者で、中国系のビクター・ジョイウェイを、ペルーの首相に起用した。ペルーの大統領では初めて、中華人民共和国を訪問するなど、アジア外交を展開したほか、日系人が、ペルーの大統領になったことにより、日本との外交も、積極的に行われるようになり、 日本からの融資なども引き入れることに成功した。藤森は大統領に就任すると大規模な経済改革を実行した。国際通貨基金による詳細な指導をもとに様々な国有財産の売却、国内法の改正、外国資本の石油、天然ガス、鉱物資源への投資を積極的に誘致した。これらの政策によってペルーのマクロ経済は安定を取り戻し、 ガルシア政権下で落ち込んでいた外国との貿易額も劇的に改善した。後にこの改革は富士ショックと呼ばれた。これらの政策を円滑に進めるため、鉱物、石油資源の開発計画を指導する部局を政府内に設置した。それまでは環境法により一元的に決定されていた化学物質の排出規制、廃棄物の処理手続きなどは、 この組織によって開発プロジェクトごとに決定された。同時に国立公園、アンデス山脈地域、アマゾン川流域など保護地区での開発規制を撤廃した。1990年、藤森は大統領選挙で勝利したが、共和国議会での彼の政党、変革90の議席数は3番手に止まった。これはアメリカ革命人民同盟と、 作家マリオバルガス・リョサの設立した民主戦線後に続く勢力ではあったものの、会務180議席中32議席、上院で62議席中14議席を得たに過ぎなかった。このため、政府と議会の関係は政権の始まりからの緊張と対立をはらんだものとなった。行政上の議会の監督、1979年憲法で制定された民主主義の原則、 それらは藤森大統領の直接的なポピュリストの見地から厄介な存在だった。議会は政府に立法権を付与したにもかかわらず、その後の法令の改正により大統領を苛立たせ、大統領は議会が承認した法律を遵守した。藤森は議会と伝統的政治とを通じた大衆の危機を利用して、これが国家の問題。 特に危機管理に対する障害の側面を強調した。議会閉鎖と権力の絶対的なコントロールを計画し始めた。憲法秩序の破棄は最終的に1992年4月5日の夜自作クーデターとして知られるようになった。藤森は共和国議会を解散し、司法権の活動を中止するように国家にメッセージを出した。 各都市に配置された軍は、主要な民主主義機関の本部と、政治的反対派の住宅を取り囲み、メディアに襲撃をかけ、ジャーナリストのグスタボ・ホリッティラを誘拐した。自作クーデターは、市民の過半数によって支持され、と同時にさらに8年間続いていく、藤森政府の民主的な正当性に疑問を投げかける、ものとなった。憲法が、 その修正のための仕組みを提供しているのは事実だが、憲法は現在の任務においては、ほぼその役割を終え、我々はペルー再建のために必要な法的手段のみを有することとなるだろう。ペルー離陸を可能とするすべての深い変化を作り出す、機関、または仕組みとは何か。間違いなく、議会も司法も現在の変化を代表するものではなく、 むしろ変革と進歩を阻止している。共和国大統領として、私はこれらの歪みを直接証明し、この国家再生プロセスを軽減するための例外的態度を取る責任を感じる。私は以下の重大な措置を講じることを決めた。1、立法権の新しい組織構造の承認まで、共和国議会を一時的に解散する。これは国民投票により承認される。二、 司法支部、国家治安審議会、憲法保障裁判所、公務員の誠実で、効率的な管理の再編。3. 国家資源の不正使用者に対する、大幅な制裁強化につながる十分かつ事義を得た、行政監督を達成するための会計監査官事務の再編。1992年4月5日、アルベルト・フジモリ・フジモリ1992年11月13日。 ハイメサリナスセド少将はペルー軍兵士と決起し自作クーデター後に崩壊した民主的秩序を再確立しようと試みた。軍の襲撃を受けた藤森はすぐに日本大使館に駆け込み彼らを暗殺を試みたとして避難した。間もなく少将らは投獄された。その後藤森は事実上の政権運営を開始した。この政府は 独裁的だとして指摘された緊急国家復興政府として洗礼を受けた。内外からの圧力のため、民主政議会のための迅速な選挙が召集された。1993年の憲法国民投票で52.24%を獲得し勝利した結果、新憲法が交付され、国家機能が変わり、大統領の権限強化がなされ、 検察の力が低下したことに加えて、議会の権限が切断されることとなった。藤森政権初期、マオイスト系テロ組織、センデロ・ルミノスその激しいテロ攻撃と、チェゲバラ系のトゥパク・アマル革命運動が起こった。1992年7月16日、リマ・ミラフローレス地区のタラタ通りで20名もの犠牲を出した自動車爆弾爆発事件は、この時代を代表する、 流血事件となった。国家警察と軍隊とを中心とした新たな反イコール反乱作戦が立案された。ペルー軍の助けを借り、パトロールをデカスに委ね、テロ組織のリーダーを逮捕した。その結果、ペルー国内でのテロ行為は大幅に減少した。一方で、国家による抑圧や深刻な人権侵害に関連した暴力行為もあった。 1991年12月、15人もの市民が殺害されるバリオスアルトス虐殺事件が起こった。1992年7月には、エンリー・ケグスマン・イバジェ国立教育大学で9人の学生と教授の殺害事件が起こった。これらのアクションは、テロ組織、センデロルミノッソの潜伏メンバーとの戦いのために設立された準軍事グループである、 コリーナ部隊によって行われた。これは、ペルー版、汚い戦争と呼ばれる、民兵 J 組織、リロリズ・デラシエラと手を結び、テロ組織により強い打撃を与えた。1992年7月、脱走中だったトゥパック・アマル革命運動のリーダー、ビクトル・ポライ・カンポスの逮捕が達成された。9月12日、さらなるテロ組織への強烈な一撃が見舞われた。この日、 ケティンビタル大佐が率いる国家テロ対策部隊の特別グループゲーンは、ペルーでマオイスト体制を確立しようとしているセンデロ・ルミノスソの指導者、アビマエルグスマンを他の組織幹部と共に平和あに捉えることに成功した。その後、センデロ・ルミノスソは撤退し、数年後にはペルー高原の森へとその希望を縮小され、重大な脅威ではなくなった。このようにして、 藤森は10年にもわたるテロ活動を縮小へと導いた。これに関して、真実和解委員会は一般的な結論として以下のように述べている。50、真実和解委員会は1985年から国家警察の情報活動がテロ組織の組織形態と行動に関するより正確な知識を得るようになり、結果国家テロ対策部隊による 組織指導者の逮捕が達成されたこと、とりわけ、1992年7月に、ビクトル・ポライ・カンポス、同年9月12日に、アビマエル・グスマンの逮捕は、テロ組織を戦略的敗北へ導く要因となったことを記録している。100、1992年に開始された、反イコール反乱作戦は、反乱者たちの政治行政組織から選択的な排除をしている。 ペルー国家情報局顧問ブラディミロ・モンテシノスに関連してコリーナ部隊と名付けられた死の部隊が行動し殺人、強制失踪、虐殺を行った。真実和解委員会はアルベルト・フジモリ大統領とブラディミロ・モンテシノスとペルー国家情報局高官がコリーナ部隊によって行われた殺人、強制失踪、虐殺に対して 刑事責任ををを負うことを確認するる証拠を握っている一般的な結論、真実和解委員会1995年、大統領の再選を許可する新憲法の下藤森は大統領選挙に立候補し、ハビエル・ペレスでクエアある全国連事務総長を64.42%の得票で破り、再選された。1995年6月、藤森大統領は、 議会の賛成多数で、恩赦法を交付した。この法律は進行中だった、調査、反イコール反乱作戦期間中に、国家権力によって行われた、人権侵害などの裁判を終わらせるものだった。また、エクアドル国境紛争に巻き込まれた、国家捜査官や1992年に、憲法秩序を回復しようと決起したジェイメサリナスセド、少将たちも含まれていた。また、 法の施行は、ペル情報局員及び、コリーナ部隊のメンバーの解放も許可した。この法律は、補完的な法26,492とともに、中米人権裁判所の判決によって、数年後に有効力を持たなくなった。1996年、藤森は1993年憲法で、禁止されている3度目の大統領選で立候補する権利を得るために、 憲法の申請解釈法と呼ばれる法律を制定した。これには憲法を取り巻く政治論争が起こった。1993年憲法第112条において大統領は直ちまたは憲法の定める期間が経過した後でのみ再選されることが可能になるとされているが、この申請解釈法に従えば1990年の 大統領選挙は1993年憲法が効力を発揮しておらず、それ以前に制定された1979年の旧憲法下であったため数えられないものとされた。この解釈に従って藤森は一度のみ大統領候補となったに過ぎないとし、2000年に二度目の立候補が行われた。申請の解釈、その再選は第112条に期する。 憲法を参照し、その憲法文書の制定後に交付された大統領令より条件付けられる。したがって、計算上は、訴求的にされないと真に解釈し、大統領任期は憲法の有効性の前に開始されたとする法律、第26,657号一方、解釈法を批判する人々は、法律起草者が述べたように、1990年の 藤森大統領の任期が1979年の憲法の有効性の中で開始された以上、再選は認められないとした。したがって、第2期目は、再選を許可する1993年憲法再選を、許可が1990年に開始された大統領令に適用されたと仮定した場合にのみ、正当化することができると主張した。こうした対立状況の下、学生の抗議。 労働組合、そして数多くの市民団体の抗議運動が起きた。憲法裁判所はこれを一見としたが、最終的に最高裁で参戦指示とする判決が下り、藤森の参戦が可能となった。1996年12月17日には、ドゥパク・アマル革命運動による日本大使皇帝人質事件が発生した。この事件は1997年4月22日。 ペルー軍コマンド部隊が皇帝に突入して解決したが、藤森大統領の独裁的権力に対する批判は次第に高まっていった。1992年以来、藤森大統領は政府の腐敗隠蔽のためテレビ局や新聞に介入を開始したとして非難されている。国の主要メディアの取締役のほとんどが賄賂を受け、ほとんど常に政権に有利なように報道された。 この政策を担当していたのが、影の存在から、政府の強力な人物になる、ペルー情報局顧問のブラディミロモンテシノスだった。ジャーナリストに対する脅迫が行われた。とりわけ、政府が批判にさらされているのが、ジャーナリスト、セザー・ヒルデブラントの解雇で、彼の殺害計画が、ベルムーダス計画の名で報告された。1997年5月には、 フレクエンシアラティーナチャンネルの所有者だったイスラエル市民バルフ・イベチャーがペルーの国籍を剥奪された。さらにイベチャーは憲法裁判所のメンバーの解雇に対する反対を主張したために国を離れることを余儀なくされた。自ら発行する小規模の新聞の資金調達も批判された。その新聞は反富士森派で表紙で彼らをからかったりしていた。 19世紀初頭に独立した共和国として誕生して、以来、1998年に至るまで、ペルー、エクアドル両国は、アマゾンガー流域とアンデス山脈の国境線に、領土問題を抱えていた。この問題は大コロンビア時代から継承され、三度深刻な状態に達し、短い戦争を起こした。国境紛争は1世紀半の長きにわたり、 ペルー・エクアドルの貿易関係強化を妨げる主要な要因でもあった。1995年、北東の国境地帯、コルディジェラ・デル・コンドル山脈でエクアドルとの武力衝突があった。その年の3月に、ブラジリアのイタマラチ大統領宮殿で急戦が調印されたものの、その後数年間ペルーとエクアドル関係は緊迫した状況が続き、その最中には、 ペルー軍兵士に日本人が殺されるペルーはセダ大学探検部員殺害事件も起きた。1998年8月、ハミルマワ大統領がペルーを訪れ、最終的な和解のための交渉が開始された。1998年10月、エクアドルとペルーは、リオデジャネーロ議定所の保証人の意見に基づき、藤森大統領は国境の定まっていない7 8トルを、 確定するエルオクトブラジラに署名した。1996年から2000年にかけて、ペルー国賓地域の出生率低下を目的に、強制否認政策を推し進め、30万人以上の女性に不当な不妊手術が行われた。このための資金は主に、米国際開発局や国連人口基金から出ていたが、その綾子が当時会長を務めていた日本財団も、 この計画を支援した。1990年代後半、多くの腐敗事件が明るみに出され、経済不況が戻ったことから、藤森大統領の支持率は低下した。にもかかわらず、政党解釈法に見られるような藤森の権力を手放さない姿勢は、確固たるものとなっていた。1998年9月、藤森ストが多数議席を占めていた国会は、 正当解釈法が無効であるという訴えを退けた。2000年の総選挙で、藤森は事実上の第3期目となる大統領選に立候補する。4月初めの投票では、藤森大統領候補も他の候補も過半数に届かず、5月に決選投票を行うこととなった。第一回目の投票で、開票作業に不正捜査があったことを選挙の監視に来ていた OAS。 ペルー国内の行政外部官視機関や対立候補だったポシブレ等のリーダーのアレハンドロ・トレド陣営から指摘され5月28日に予定されていた決選投票を延期しその間に透明性のある開票方法を取るように要請が出された藤森大統領は開票作業の透明性に問題はないとして内外の要請を拒否した 予定通り5月末の選挙を強行するとしたので、OAS は選挙監視の意味がなくなったとして、ペルーを引き上げ、アレハンドロ・トレドも大統領に抗議する形で、決選投票をボイコットすると発表した。実質的な大統領信任投票となった、決選投票では、藤森大統領が過半数を獲得し、参戦を果たした。ワイロビデオとモンテシノスの逃亡2000年。 3期目の任期開始直後の9月14日、藤森大統領の側近だったペルー国家、情報局顧問ブラディミル・モンテシノスによる汚職の光景を捉えたビデオ映像が野党議員によって公開された。モンテシノス自身が設置したとされる隠しカメラを通じたビデオ映像には、彼が藤森支持を取り付けるために他の野党議員に賄賂を手渡す場面が記録されていた。 藤森政権の最大最後の危機が訪れた。9月16日、藤森は国家情報局の廃止と総選挙を発表し、この総選挙で藤森が候補者として積極的に参加することはないと付け加えた。藤森は多くの市民の怒りを呼んだため、モンテシノスを情報局顧問として正式な地位から退任させた。報酬としてモンテシノスに 個人的に1500万ドルの現金を渡した。その後、モンテシノスは政治的亡命を求めてパナマへ向かったが許可されなかった。10月23日、一旦ペルーに戻り、10月29日、再びカリスマ号に乗船し、最終的に極秘のうちにベネズエラに到着した。2001年6月、8ヶ月の逃亡の末、ベネズエラ当局によって、 身柄を取り押さえられ、ペルーへと引き渡された。大統領職の放棄次ぎに、ペルーから逃亡を図ったのは、藤森大統領自身だった。政治的圧力と不安定さの中で、2000年11月13日、ブルネーで開かれた APEC 首脳会議に出席した。それからクアラルンプールを経由して、東京に到着し、その後イベルアメリカ首脳会議のために、パナマへ向かう予定だった。しかし、 藤森は東京に泊まり続けた。藤森はホテルニューオータニに滞在し、邪魔になることは望ましいことではないと AFP 通信に語った。東京から議会議長にファックスが送られ、正式に大統領職の辞任が発表され、続いて彼の支持者にメッセージが送られた。私は戻って、私の存在の現状とこの国の移行プロセスへの 参加の適切さについて自問し、正式に辞任しなければならないという結論に至った。このようにして、私たちの憲法を熟考している状況が秩序ある、移行を可能にする決定的な政治的緩和の段階へと向かう道を開き、とりわけ重要な何かが、私たちの経済の強さを保ってゆく。2000年11月19日、アルベルト・フジモリこれは事実上の亡命であった。 日本政府は、藤森元大統領は、日本国籍保持者であるため、日本滞在には、何の問題もないとした。様々な不祥事と、稀な事態を前に、ペルー共和国議会は、辞任を拒否した。さらに共和国の大統領の、永久的な道徳的無能を宣言、藤森大統領を罷免した上で、今後10年間公的立場に立つことを禁じた。ペルー憲法第113条、 第二項に従い共和国大統領及び市民、アルベルト・フジモリの永久的な道徳的無能を宣言する。共和国大統領の空席が宣言され、ペルー政治憲法第百十五条による継承の規範が適用される。二千年十一月二十一日立法決議、ペルー憲法第百条に従って、共和国元大統領アルベルト・フジモリ氏に対する告発の重要性を考慮し、 彼が犯した明らかな憲法違反に制裁を科すため憲法第100条に定められた共和国議会の権限を行使することは不可欠である。共和国元大統領アルベルト・フジモリ・フジモリ氏が今後10年間のいずれかの公職に就くことを禁ずる。2001年2月23日、立法決議法務省のホセ・ウガズ特別検察官は元情報局顧問。 モンテシノスや以前の政府関係者及び彼らに関連したビジネス講座の凍結を請求し認可された。スイスでは1億4000万ドル、ケーマン諸島、米国、その他の国で計400万ドル、ペルー国内で1800万ドルもの金額が凍結された。しかし、アルベルト・フジモリやその親戚の名前ではこれまでに口座凍結は確認されていない。 2001年9月には、ペルーの司法長官が藤森を殺人罪で起訴し、2003年3月には、ICPO を通じ人道犯罪の罪で、国際手配の依頼が行われた。日本大使公邸事件の際、投降したケリラを射殺した容疑である。ペルー政府は、その他の権力乱用罪でも日本に、身柄引き渡しをたびたび求めたが、これに関して、 日本政府は引き渡しを拒否し続けた。藤森は日系人であり、ペルーと日本の二重国籍者である。日本政府は藤森が日本人夫婦のもとに生まれ、出生時に日本国籍を留保していることを理由に、彼が現在も日本国籍を保有していることを認めており、藤森の二重国籍を事実上容認しているに、国籍の選択をしなければ、 自動的に日本国籍の選択の宣言をしたとみなされる。一方で一国の国家元首が二重国籍者であることを隠していたという点はペルーで大きな批判の対象になった。ペルーの法律は二重国籍者が大統領になることを禁じており、藤森は大統領選挙運動中に日本国籍を持っていないと宣言していたという。藤森は大統領当時に 資金援助のために、訪日の際も、日本人ではなく、ペルー人であるからとして日本語を話すことを拒否し、スペイン語のみで会見していた。2005年6月、藤森元大統領は、ペルー国営テレビの政権放送を通じて、次期大統領選挙への出馬の意向を表明した。現職のアレハンドロ・トレド大統領をはじめとする、次期大統領候補の不人気もあり、年代の、 景気好転の時期の大統領であった藤森元大統領は特に貧困層の国民から非常に高い支持を受けているとされた。において娘の稽古藤森が60万票以上の個人票を獲得して全国トップで当選し支持の根強さも見せた。2005年10月、彼は2006年に行われる大統領選挙に出馬するために日本を離れ、まず知事に向かったが、 11月7日チリの警察に逮捕された。2006年1月、ペルー中央戦艦は大統領選出馬を認めない旨最終決定する。また、同年4月には支援者である女性実業家で株式会社ホテルプリンセスガーデン社長及び文筆家である片岡飛びとの結婚を発表した。片岡飛びが経営するメグロプリンセスガーデンホテルは藤森が日本に 滞在中宿泊した場所である。藤森は後に保釈され、チリの首都サンティアゴにある自宅で暮らした。チリ国内から政治活動を行おうとし、これに対しチリ政府は利用するなと苦言を呈した。なお、公金横領罪容疑については、2005年10月にペルー最高裁が証拠不十分として無罪判決を出した。2007年6月18日、 日本の国民新党が参議院選挙に同党の比例代表公認候補として出馬するよう要請し6月27日立候補を表明した。また藤森は民主党に立候補を打診し断られていたという6月28日サイトで立候補表明するとともに将来のペルー政界復帰も約束したその動きについてのペルー国内での反応としては ペルーのガルシア大統領は、同日、国民がどう思うか、大いに失望したと日本での立候補を批判。ペルーの有力誌、レプブリカは、引き渡しの枯れは、明らかと非難し、コメルシを紙も、芸者姿の藤森を載せるなど、ペルーのマスコミは相次いで反発した。中には、卑怯者、さよなら、など、日本語の見出しで批判した新聞もあった。 7月5日には国民新党の亀井静香代表代行が麻生太郎外務大臣に対し選挙運動が可能になるように藤森を釈放するようペルー政府に働きかけるよう要請したが麻生に独立国家として無理があるとして断られているこの結果藤森の選挙運動は候補者不在の中行われ政権放送にも参加できなかった選挙の名簿では本名 片岡賢也、通称、藤森という名義で搭載された。投票の結果、国民新党は当選枠一人との結果となり、藤森は国民新党4位であったため落選した。2007年9月21日、チリ最交際は、ペルー政府より2006年からなされていた、身柄引き渡し要請について認める旨決定。県議は軍による、 民間人殺害への関与など2件の人権侵害と汚職5件の計7件。引き渡し後は刑事被告人として裁かれるということになった。23日、シリを離れ、ペルーの首都リマへ到着し、そのまま国家警察の施設へ収容された。10月5日、ペルー最高裁は7件の容疑について3つに。 統合した上で11月26日から審理を開始することを決めた。12月10日の初公判で、ペルー検察は禁錮30年を休憩し、藤森被告は無罪を主張した。さらに、大統領時代の功績にも熱弁を振るったため、裁判長から注意を受けた。2008年4月15日、ペルー最高裁は令状なしでモンテシノス元国家。 情報部顧問関係先への家宅捜索を命じた容疑で金庫6年と2年間の公民権剥奪と40万、ソルの罰金を命じた有罪判決を下した。2009年4月7日、1990年代にペルーで起きた軍特殊部隊による民間人殺害事件のラカントゥタ事件、バリオスアルトス事件について、一心であるペルーの最高裁特別法廷は、 藤森被告を有罪として、禁錮25年の判決を下した。2010年1月3日、最高裁刑事法廷は、禁錮25年と被害者遺族への賠償金支払いを、明治大地震の判断を支持する判決を下した、と発表した。裁判は2申請で、これにより、同事件での実刑が確定した。2017年6月頃より、ペドロ・パブロ・クチンスキ大統領が、 藤森の国死を回避するため、医師団が健康上問題ないと判断すれば、恩赦を実施する意向を表明。12月23日に、藤森は急激な血圧の低下と心拍異常により、リマ市内の病院に入院し、翌12月24日に、クチンスキは藤森を含む8人の恩赦を決定した。同年11月には、クチンスキの汚職疑惑を受けて、非免決議案が、 野党フえルサポプラルによって議会に上提されたが、藤森の次男検事によって反対票が取りまとめられ、11月21日の採決では、決議案は否決、口すきの首がつながったという権威があったため、御社に否定的な勢力からは、野党議員に対し、非免反対票と、藤森御社の取引が行われたと非難が巻き起こり、御社に反対するデモも発生した。御社後、 藤森は病床からビデオメッセージを Facebook に投稿し、今後は正解には戻らず、クチンスキ政権へ協力することと、自らの大統領時代に強権を行使したことへの謝罪の言葉を口にした。2018年1月4日、リマ市内の病院を退院し、約10年ぶりに自由のみとなった。しかし、同年10月3日になって最高裁は、 藤森の健康状態は自由にしなければならないほど悪くはないとして恩赦を取り消し藤森の身柄を拘束するよう命じた直後に藤森は体調不良で入院し長女で政治家の稽古藤森は不服を訴えたがその稽古は同年10月10日ブラジルに橋を発し南米各国巻き込んだオペレーションカーボッシュと呼ばれるマネーロンダリング事件に ブラジル企業オデブレヒトを介して関わったとして、身柄を拘束されている。2021年10月1日、週間中の高知施設で、激しい頭痛や動悸を訴え、血中酸素飽和度の低下や胸の痛みなどの症状が見られたことから、リマ市内の病院に入院した。マスク姿で、車椅子に乗り定員する様子が報じられた。 病体が悪化したため10月4日には別の病院に転院して心臓手術を受け、術後は病体が安定していると発表された。アルベルト・フジモリは第一次アランガルシア政権時代に混迷を深めたペルー経済を立て直し、麻薬組織及び左翼ゲリラを中心としたペルー国内の混乱に歯止めをかけた実績が評価されている。しかし、 1993年の軍事クーデター後に、顕著となった言論統制を含めた、現況不快で、腐敗の多い独裁的な統治を批判する者も,も多く、新自由主義的な経済政策と、権威主義的な政治手法が、チリのアウグストピノチェトと共通するとして、愛称をもじって、チーノシェットともや愛された。とりわけ憲法の新政解釈法による参戦は、議論を呼び、 その亡命による辞任は、ペルー国内で激しい反発を招いた。両親は日本からの移民で、藤森自身は日系二世である。スペイン語、日本語が母語で、英語にも堪能である。そのあや子、石原慎太郎、徳田虎を、須田慎一郎と信仰があることで知られる。ありがとうございます。